シュトゥットガルトの SWR 本局南西ドイツ放送はドイツの公共放送局 SWR と表記される ARD 加盟究局の一つ統合以前の SWF と SDR の管轄範囲1998年それまでバーデンビュルテンベルク州北部を担当していた南ドイツ放送と同州南部及びラインラントップファルツ州を 担当していた南西放送が統合され、新たに組織された。統合後の実質的な存続法人は SWF であるが、本部はシュトットガルトに置かれた。この統合により、バーデン・ビュルテンベルク州とラインナントップ・ファルツ州をカバーするドイツでは、西部ドイツ放送に次いで2番目の規模を誇る放送局となった。バーデン・バーデン、フライブルク、 シュトゥットガルトそしてカイザースラウテルンに、ドイツ最多の3つのオーケストラと1つの現代、音楽専門の合唱団、さらに1つのビッグバンドを合わせ持っていた。2007年9月に、カイザースラウテルン SWR 還元楽団は、ザールラント放送のザールブリュケン、放送公共楽団と合併し、現在の名称は、ザールブリュケンカイザースラウテルン。 ドイツ放送フィルハーモニー還元楽団となっている。また、2016年に、バーデン・バーデン・フライブルク SWR 公共、楽団とシュトゥットガルト放送公共楽団は、統合され南西ドイツ放送公共楽団となり、同局が持つオーケストラは2つとなった。シュトゥットガルトの本局の他にバーデン・バーデンとマインズにも放送局を有しているほか、 バーデンビュルテンベルク州とラインラントップファルツ収穫地にスタジオを置いている。ありがとうございます。